ですね。マクレガーの牛乳は。ウエスタンの牛乳。あ、そうなんですか。日本ですが、安い。ニューヨークですね。ショートホーンのあれだ。ウエスタンジャケット。これリースなんだけど。はい、デッドじゃないですか。これデッドです。これ女の子着てるな。あの、ね、いいでしょ。ハイウエストのデニムとか可愛いですよね。ね、可愛いよね。まあ、こういうのもね、まだまだね。出してないやついっぱいあるんですね。後ろに出てくるの。言ったら出てくるんですね。そうだ、一応だからあの皆さん、これありますかって言われたら、あるよって。長くお付き合っていただいてるお客さんとかみんなそうなんですよね。結局、何々ある、はい、ちょっと待ってくださいっつって。で、大体あると、喜んでもらって。すごいな。で、ない場合は、あの、アメリカの友人に連絡して、はいはい、あるよって。で、まあ、予算聞いて。はい、あれば、ご用意できる。っていう感じなんですよ。まだあるんだな、あるところに。あと、持ってる人は持ってるんですね。もう、だやっぱ欲しかったら聞きに来た方がいいですね。ちなみに、はい、あの、あれって、はい、マクマレーですよ。マクマレーです。結構よくディークロージャーさんに入るじゃないですか。はいはい。結構好きで集められてるんですか。そうですね。あの、僕らも若い時によく来てたんで、ね、フィフティーズのミュージシャンが来てたようなものをやっぱり好んで来てたし、はい、で、探してたら、まあ、ボン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 買えるアイテムの一つだったんですけど、近年このジョニー・ディップさんが来てからすっごい人気になっちゃって、もうそうですよ、もう物がなくなってきて、でもまだ僕の、あの周りってミュージシャンやっぱり多いんで、の友達に言うと、まあ1回数枚は、うわ、あれマジかっこいいですよ。バクマレーちゃんのここら辺にもいるのかな。こっちは程度のいい。うわっ、こっちは新しいんですか、ね、年代的にはどっちも。年代的にはこっちの方が新しいですけど、はい、こっちはまあこれが古いですね。あ、そうだ。タグ的には、はい、うわ、めちゃめちゃかっこいいです。これでもあの両方とも素材もいいし、はい、出来もいいんで、はい、これ試着してもいいですか。全然いいですよ。わ、やった、やった。マクマレーとか一番足をいつも着たいですね。着れるようになりたいですね。はい、デニムとの相性もそうですよね。ダブル X 履いて、やっぱなんかゴリゴリのゴリゴリというかフィフティーズとかそっちのファッションやっぱりかっこいいですもんね。それをさ、やっぱり当時のままの着こなしをしちゃうと、はい、コスプレになっちゃう、はい、気をつけてるのはあのコスプレにならないように気をつけて来てるんですけどね。まあ、サイズもいいんだけど。かっこいいですね。古いランチャーパンツ履いてもかっこいいですよね。かっこいいですね。はい。だからちょっと古いランチャーを持ってないんで、俺今日グレーの、 あのランチャーっぽい色の、 あの古いデッキズ履いてきますよ。これ着てみた、着てみた。これちなみにおいくらなんですか。これはですね、15万8000円の商品。15万8000円です。うん、1ヶ月頑張れれば。去年ぐらいまでは9万8000円だったんです。その前が6万8000円だったんです。うちの普通の売り値が6万8000円だったんですよ。あ、なるほど。それがいつの間にかもうその6万8000円が仕入れ代以上になっちゃった、はい、あ、そういうこと。仕入れ代がもっとそれ以上になっちゃったんで、はい、どうしてもやっぱりその商品を供給したいとなるとお金を出すしかない。まあそうですね。いや、でもその値段が俺が今普通だと思ってるんで。そうですね。うん、でも15万って聞いたら無理なお金じゃないですか。片面で何百万って言われるように、うん、頑張ろう。ちょっともう一回取っといてもらっていいですか。本当に中これがないんだよな。なんかね、無地とかの方がこれはすごいです。本当に初めて袖を通したって感じですね。ちょっと見ていいですか。いっぱいありましたよ、言ったらっいっぱい出てきました。これサイズ38、これでサイズいくつぐらいなんですか。40ぐらいか。全然もう大きいですよこれ。そう、身幅あるんですよね、はい。うん、でもね、ジャストで着るよりねちょっと大きめの方がいいと思う、ね、これ40だと思います。40、はい、すっごいな。裏地もかっこいいですね。ハサミのマークが書いてあるんだ。あ、そうそう、はい、そう、それはね。しかもマクマレー、カリフォル
カリフォルニアですからね。西ですよ、やっぱり。そうなんです、刺繍がお花の刺繍なのか縄目のくるくるくるなのか、 あといろいろダンスとかもあるんですよ。あと切り替えで牛になってたりとか、いろんなパターンがあるんですよ。そして背中にこう馬がピョンと跳ねてるやつとか、あとパイピングだけのやつとかね、パイピングだけのやつ、このお客様もいらっしゃいますので、これあの程度はそんなに良くないんですよ、やれてて。でもこのやれた感じがあのジョニーデップがジョニーデップっぽいですね。そうなんです、ジョニーデップが着てた感じの90年代ぐらいかなにも着てて、ずっと着てるじゃないですか。あの人のあれがかっこいいんですよ。あんなにお金も持っててもずっと好きなやつ着てるじゃないですか。変わらないですよね。出れない、うん。でこれマクレガーですね、さっき言ったの。この色マジでかっこいいですよ、めっちゃ似合いそうですけど。マクレガーのフィフティーズのレイヨンシャツ、サイズが15、はい、この色ないっすよね。これもあったんですよ、あウエスタンのポケットのなんだっけ、ボックスシレットっていうのは、はいはい、フォーティーズのね、この襟が長い感じ、フォーティーズ、うわこれも古めのウエスタンですね。ポケットかっこいいですよね。50年代50、はい、これはねメルインジャパンなんですよ。あ、そうなんですか。基地の近くのテーラー、はい、は横須賀のテーラーで作ったやつ、はい、米さん、ローカルメイドって言われる、はい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 、そのものの一つなんですけど、あ、そういうやつなんだ。そういうやつ、沖縄のとかもありました、沖縄もありました、ありましたね、ローカルメイドの、はい、結構最近好きなウエスタンの格好なんですよ、本当に。ウエスタンなんですね、はい、そのショートホーンだったり、まあこのブーツだったり、それが多いですよ、やっぱり。しっかりとでもモヘアカーディガンとかめっちゃありますここに。あらしっかりモヘアカーディガンもあります。そこにもデニムありますし、デッドのシャツとか。わ、これかっこいいですね。そうなんですよ。狭いから。あ、すいません、すいません。あれなんですけどね。来年はあのちょっと奥も広げるんで。お、はい、こっちも改装するので、真ん中が今ミシンとかがあって、ちょっとあの直しやったりとかいろいろしてたんですけど、そこをやめて、あのちょっと広くしようかなって。はい、わすげえ楽しい、ちょっと置ききれなくなってきたんで本当にあの何ですか、スヌーピーのスウェットだったらバーッとスヌーピーのスウェットでショーケースに入ってるんですよ。え、そうなんですか。あっちにはスプルースのやつですか。うん、もう真ん中、あとロックティーもその結構珍しいロックティーとかもショーケースに、そういうのもちょっとやっぱ出していこうかなと思って。ロックティーもそうですよ、俺ジャズティーも欲しいし、ジャズティー、はい、ジャズティーも90年代のやつでもなんかまた人気になってきちゃったから。そうですね、はい、なんかもう買えなくなってきてるからね、はい、音楽系の T シャツとかで、あとスプルースがあるっていうのはすごい楽しみです。はい、そうスプルースのセットは憧れだし、もうどこ行ってもないじゃないですか。あれなんでないんですかね、もともとないんですかね、そんなに。集めてる人がいるのかな、うん、やっぱコレクター多いんじゃないですかね。そうそう、はい、スヌーピーのセット楽しみ、はい、頑張ってる、仕事しよう僕全然今 YouTube として YouTuber の FJ として話してるんですけど、普段は全然違うあの企業で働いてて。あ、そうなんですか。はい、あのまあ、アパレルの企業でバイヤーをしているんですけど。あ、そうなんですね。まああのまあ、古着から参考にしたものとかを、まあ、作ったりしてるんですが、もう高すぎて今、うん、あの為替が、うん、今まで通りのものが全然できないんですよ、やっぱり、はい、まあ、古着もそうで、はい、やっぱりみんなすごい努力して安くね、はい、日本 の, その相場に合わせていくことをやってますけど、はい、僕は逆でやっぱりそれじゃ多分これから先が続かない、はい、安くなるわけじゃないからなんですけど、本当、はい、この中の2年目まではすごい買いやすかったのね。そこまで 円安にもなってないし、まあ、すごい物も誰も買い付けにも来てないし、でヨーロッパの人たちも来てないから全然もう買いやすくて、で途中から地元のね若い子たちが暇になっちゃって小遣い稼ぎ始めたの、ね、
なるほど、うん、なんか eBay だったりとかさ、はい、自分でその店開いて、はいはい、でなんかその、ね、ネットの中でやってそれが売れるようになってで若い子たちのフリマもあるわけ、はい、そっちがバンバン盛り上がっていっちゃってへそういう子たちが当時はヴィンテージ興味なかった、うん、それから2年後今すごいヴィンテージが好きになってきちゃってヴィ、うん、ンテージの価値が分かるようになってきてヴィンテージもだから高くなってきてそういうことですね、うん、アメリカでもだから人気になってきたってことですね、うん、そういうことそして SNS がいいか悪いかは分かんないんだけど全世界的な標準ができてきた、はい、日本だけが安い乗り遅れちゃった、はい、と僕は思ってる、はい、だからそこで努力して安く売るまあそれもすごくね消費者にしたらもうすごくありがたいことだけど、はい、実はついていけない時が来る、うん、そうですね、そうですね、うん、だからそれがその時にどうなるのかなって、はい、ちょっとそれがちょっと不安でそこでどう売っていくかどう買い付けるかっていうのも楽しいのかなって思うし、はいはい、なんか終わること喋ってごめん、いやいやもう話聞けてめちゃめちゃ嬉しいですもん、やばいですね、はい、今回これモノマガジン TV 界のかと思われますねの続きみたいな、でもすごい嬉しいですもん、ね、でもなんかね、そうやってやっぱ作ってらっしゃるって聞いたからなんかそういう話もね、はい、なかなか難しいです、うん、今日あの別件なんですか、着られてるモヘアとパンツは固めですか、まあそうですね、固めなら大きいか40年代ですけどね、40年代で固めるマッコン履いてると思ってもう朝石川さん来た瞬間にやっべえと思った、いいよいいよあのほらYouTube だから。YouTube だからですか。普段はさ、もう全然もうあの何あの普通。本当ですか。本当に本当にあの今のなんかね僕ね今ね一番推してるのがメキシコ製の、はい、最初のメキシコ製の501、はいはい。あれすごい色落ちよくてさ、はい、お客さんにあのおすすめしてみんなお客さん店に来るんだよ。綺麗にねみんな髭落ちしてさ、はい、やっぱジャストで履いてよっつって、はい、洗わないで履いてっつって。はい、メキシコ製の501、いいこと聞きましたね、そう、あ、言っちゃったな最近でもね、本当にもう見つからなくなってきて、はい、まあ、アメリカ人も気が好きだしです、はい、ちょっと値段上がってる、なんで、メキシコ製の501いいよ、生地はさ、はい、本当に USA だから、はい、縫製だけメキシコ、メキシコやってるのは最初なんです、はい、なんで、すごくもう本当に USA と変わんないんだよ、なるほど、リバイスの面白さって年代じゃなくてその時できた出来上がった生地、はい、で決まるから、ね、はい、なんかすごく面白いなって、はい、で最後にちょっとレジ横のこれも見れるんですね、てか勝手に見ますねみんなジャングルバティングのファーストもあるしジャジャンめちゃくちゃあるしびっくりするものがいっぱいありますよ、あとあの原稿のミリタリーもいます、原稿のミリタリー、はい、あ、そういうことか、そうなんですね、ぜひ後であの見に行ってみましょう、はい、生活も特集してください、はい、ぜひお願いしますあの今本当にあれなんで来月頭にも、ね、多分出来上がるんで、あ、そうです、ちょっとかっこいい空間になると思うので、はい、奥の部屋、石川さん今日はありがとうございました、いえこちらこそありがとうございます、あのこれからちゃんとプライベートでお買い物に来れるようにお待ちでします、はい、であの僕あのいつもその石川さんたちが出てるモノマガジン TV という YouTube、うん、モノマガジン TV の宣伝みたいなあの YouTube があってで石川さんたち出てるんですけど、今回ねモノマガジンであの石川さんたちのディークロジンが特集されてるんで、ちょっとそれ、あ、これ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 今日発売、そう12月16日、あ、これ新日発売でも大丈夫です、はい、USA 古着旅ですよ、そう、はい、すごくないですか、これはあの僕 の, あのいつもこのレンタカーに、そうそう、車の中に満帆になってこの状態が3回あの倉庫に持ってって、はい、入れるという作業をあのニューヨークとロサンゼルスで2カ所でやってるという、はい、こういう食を、はい、アメリカを食べるとか、こんなあの出てます、出てるんで、はいはい、すごい、あ、はい、いいですか、ありがとうございますやったやったありがとうございます、よかったら見てください、いやもう
宣伝してください。お願いします、はい、妻と一緒にいます、はい、そして石川さんみたいに夫婦でアメリカに行けるようにこう頑張ります、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました。またあの一緒になんかやりましょう、はい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます、ね、すごい嬉しかったですけど、本当に最初めっちゃ緊張してたんですよ。いやどうしよう、怖かったらどうしようって言って優しかったです、めちゃくちゃありがとうございました。じゃあそんな感じで、はい、大丈夫ですか。はい、いやもう最高でした、最高でした、はい、はい、もうこの後見ましょうね、この後見ていいですか。この後見ましょう、はい、お願いします。じゃあありがとうございます。